世紀末リーダー伝武シは島袋光年による日本の漫画。リーダー的存在の主人公、武シと様々なキャラクターが繰り広げる少年漫画。連載当初は1話読み切り形式のハートフルギャグコメディ漫画であったが、中盤からはシリアスなバトル編とギャグ編を交互に繰り返していく構成となっていった。タイトルに世紀末とあるが、 連載は21世紀に入っても続き、作中でもネタにされている。1997年により、週刊少年ジャンプにて連載開始。2001年に第46回小学館漫画賞を受賞。1998年のジャンプスーパーアニメツアーにてアニメが制作、ビデオは応募者全員サービスで配られた。二千二年八月に作者である島袋が、 女子高生との援助交際により逮捕されたことを理由に連載は打ち切られ、同年9月発売予定であった最新巻も発売中止となり、期間の単行本全巻も絶版となった。なお、逮捕当時の週刊少年ジャンプ本誌には、編集部より読者へのお詫びの胸が載せられた。その後、島袋は漫画家活動を自粛し、2004年に同じ集営者の青年誌、 スーパージャンプで復帰、たけしの単行本も、世紀末リーダーでんたけし、ワイド版として再刊。2005年6月に、スーパージャンプにて、世紀末リーダーでんたけし、完結編のタイトルで連載を再開し、同年11月に完結した。連載に先立って、ジャンプ本誌に掲載された読み切りは、島袋の初期作品と合わせて、世紀末リーダーガイデンたけし。 として発売された。本作の連載終了後、同じ島袋作、トリコにおいて、本作のキャラがも、物出演している。トリコ本編においてもそれもネタになっている。後に、集英社ジャンプリミックスも発売している。生まれた時からすでにヒゲが生えまくりだったたけしは、周囲からリーダー的存在と呼ばれていた父親のヒロシを、尊敬していたが、ヒロシは、 酔っ払いの喧嘩を仲裁しようとして命を落としてしまう。数年後、ポッポ小学校一年二組に転入したたけしはリーダー的存在としてクラスの問題を解決したりしなかったりしていく。友人の元気が通うリーダー道場を怪しんで乗り込んだたけし、蔵天道。そこは考えた通り詐欺道場であったものの、かつてリーダー保育園に通っていた。 たけしの最大のライバルである、ぼんが師範として君臨していた。力を辛抱し弱者を踏みしくぼちゅうに、たけしの怒りが爆発する。弁学の神を祀るポッポ神社に初詣にやってきた、たけしと友人たちだが、石段を駆け上がっていた小次郎を探すうちに、妻弾きにされ隅に追いやられていた、健康の神ヘルスイーの生み出した怪物たちと戦いを繰り広げることとなる。 全国3位の小学生野球チーム、豆マ豆メマメタイガースの8軍単1軍の野球試合に、8軍のスケットとして参戦した、たけしたち。はじめは、圧倒的劣勢に立たされるが、その異常な能力と、精神力、野球への情熱に、徐々に1軍のチームワークが崩れ始める。たけしは恩師である縁、蝶の誘いで、ポッポ町のリーダー的存在が、一堂に会する。 リーダー合宿に出席する。その目的は街で暴れているギャングチームマミーファミリーへの対策を練ることだった。だがファミリーのボスマミーはリーダー的存在の動きを嗅ぎつけており、すでに資格を送っていた。合宿に潜り込んだ裏切り者を探るうちに、タケシたちはかつて最高のリーダー的存在と呼ばれたトニーがファミリーの一員になったことを知る。タケシが朝起きると、 小次郎が原因不明の病気で死んでいた。ケシたちはヘルスイーに助けを求めるが、小次郎の感染したウイルスは、神の力を超越しておりどうすることもできなかった。小次郎を助けるには、ガッツのある生物しか生き残れないこの世の地獄、ガッツ島の頂点に立つ、究極生物、モービーの血を飲ませなければならない。ヘルスイーにもらった地図を頼りにガッツ島に、たどり着いたケシ。 ゴンゾウ、ババの前に現れたのは、シシカバという青年だった。同じく、モービーの地を目指す、シシカバと共に、タケシたちは、ガッツ島の頂上を目指す。ポッポ町で、世界最強コンビ決定戦が開催されることになり、タケシとゴンゾウは、チーム、ボスプラス1として参戦する。賞金を寄付するために参加したリーダーズ黄金世代を、はじめとして、懐かしい顔が、 次々と現れる中、ボスプラス1は決勝戦まで勝ち上がる。時を同じくしてリーダーバジ所有者が謎の集団に襲われバジを強奪される事件が発生。唯一の手がかりは彼らが落としていったマクロと書かれたカードのみ。そして決定戦に参加した謎のチーム、デビル・ブラックが正体を表した時、会場は地獄へと変わった。ある日突然死亡したたけし。 その不法は、たけしの仲間たちに広く、やぶみで伝えられ、これまでの仲間たちが集結する。え長よりたけしの死因が、リーダー的行動とそうでない行動の区別がつかなくなるリーダラ病であること、今は一時的に死んでいるだけで、後に暴走しながらの復活があることを知った、リーダーたちは、たけしの脳に、直接リーダー的行動を取るよう呼びかけようとする。 体内のあちこちに脳が移動する、たけしの得意な体質に対応するため、アシマンの超能力で巨大化した、たけしの体内へ、ゴンゾウ、ババ、月彦が、アナルから突入する。キムモウが河川敷で見つけた恐竜の卵。殻にはヒビが入り、恐竜が生まれるかと思いきや出てきたのは何かの植物の芽だった。雲の上まで伸びていったその芽を登っていくと、たどり着いたのは、 雲の上に存在する展開だった。そこでは雷様になるための試験が行われており、岳子たちは試験を受けに来た女戦士モンモンと出会う。共に試験を受けることにした岳子たちは、その過程でモンモンの真の目的や雷人の持つ闇に直面する。これまでのシリーズよりバトルの割合が薄く、バトル要因ではない英二とキムモーもメインキャラクターとして登場する。 安藤仁一の出所が悪逆非道のチームバーバリアンの再始動を告げる。リーダーたちは直ちにバーバリアンに対抗するための体制を整えようとするが、安藤仁一は出所したその日のうちに、馬場や京介を倒し、盆中とも火花を散らせる。縁、長や武のおばあちゃんたちは復活した、バーバリアンを調べ、戦う最中に、かつて死亡したはずの武の父、広氏の影を、 バーバリアンの内部に見つける。一方、たけしは謎の胸の痛みにこれまでにない苦しさを感じていた。盆中の妹の死やババの方についたやけどマミーの顔の傷など、メインキャラクターたちの過去が明らかになる、たけし長編シリーズの最終章。声は1998年にアニメツアーで制作されたアニメ作品のもの。 タケシとタケシの家族ポッポ小学校関係者ボンチュー、関係その他の人物、リーダー合宿にて、園、町からその存在を明かされた、ポッポ町の隣のカール町を支配する巨大、ギャングチーム。一応少年たちだけで構成されているはずなのだが、明らかに大人に見える、構成員が多い。年齢構成は7歳から14歳で、人数はおよそ800人。 組織はマミーを筆頭に、ナンバー2、4天皇、ナンバー5、幹部クラス、末端構成員の順で構成されている。他には、黒表という特攻チームが存在する。武氏はずっと、シルバニアファミリーと呼んでいた。団員曰く、泣く子ももっと泣く。構成員は、マミーファミリーのシンボルである、M の文字のタトゥーを体に施しており、階級によって位置が異なる。天は胸。 幹部クラスは非対、末退構成員は、具体的な説明はないものの両方のようである。構成員マミーファミリー4天皇ナンバー54、天皇の次に位置する5人組。初登場時は天井にぶら下がる形で立っていた。ミ椿、純平の3人を前にした末退構成員たちは彼らの登場に歓喜した。その後部家達と共に、ミたちにほぼ全滅させられ、 最後に残った一人がカーボーによって海に叩き込まれた。黒ヒョウマミーファミリーが誇る最強の特攻チームでチーム名の通り黒ヒョウをペットとしている。基本的にペットの黒ヒョウは獲物を追跡するだけで戦闘には参加しない。メンバーは全員が面と黒い全身タイツを身につけている。またメンバー全員が長年の戦闘によって痛みを感じなくなっており、 ババの攻撃をまともに食らっても平気だった。メンバーの戦闘能力は四天皇を遥かに上回るが、盆中によって全員倒された。その後、マミーファミリーから独立したらしい。その名の通り世界最強のコンビを決定する格闘大会、決勝進出チーム予選脱落コンビ豆市にある少年野球団、全国一位の実力を持つが、 チームワークが悪いために3位止まりである。8軍メンバー1軍メンバー最終エピソードに登場した本作最後の敵陣営。トニーが知る中で最も非道で最悪なチーム。バーバリアンと関わった者は生贄とされ、大切な者をすべて失う。生贄では儀式が行われるが、内容はターゲットには一切手を出さず、ターゲットの大切な人たちを目の前で拷問など。 残虐の限りを尽くす比率極まりないものである。生贄ににされた場合、ターゲットが自害すれば、通常は、生贄にの対象から外されるが、例外も存在する。メンバー C はキャラクターを意味する。C 例を除けば、基本的に大きい数字のキャラクターほど強い。様々な顔をコピーできる、C 例の存在をカモフラージュするため、バーバリアンには、複数の安藤人一が存在しており、 シーレイ以外は、安藤慎一を名乗っているだけの別人である。シーレイは、他のシーに変身して行動できるので、登場シーンでのシーが本人であるとは限らない。本物の安藤がシーレイで、普段は C7 の姿で活動している。島袋が言うところのインパクトを出すために出した脇役たち。その他、ワンピースや、花坂、天使天天君、ハンターハンターなど、 ジャンプ作品のキャラクターが、モブキャラクターとして多く登場する。ありがとうございます。